傍聴交通、萩エクスプレス、萩エクスプレスは、傍聴交通が運行する、東京都と広島県大竹市、山口県東部、中部、北部を結ぶ、夜行高速バス路線。当初は、萩エクスプレスと名乗ったが、後に、五感の良い、エクスプレスと改めた。この項目では、現在は、萩エクスプレスに統合されて愛称が消滅した。 母性ドン号及び、アルバ号についても説明する。2021年3月現在、ハギエクスプレスは、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、当面の間運休中。全国的に、夜行高速バスの路線網が新設されていった1990年代に、首都圏と山口県中部、東部を結ぶ路線として誕生した。路線開設当初は、 一般道の走行時間を極力抑えることを考慮した結果、県中部から、萩エクスプレス、県東部から、アルバ、ポセイドンと、首都圏に向けて、それぞれ別々の系統の路線が運行されていたが、沿線人口の少なさもあり、採算性の問題から各系統が統合されて、現在に至る。山口県東部、北部地域からは、 東京都を乗り換えなしで結ぶ唯一の直通交通機関となっている。日本でも有数の長距離や高高速バスとして知られており、2020年2月、現在運行されている高速バス路線としては、本州内で完結する路線では唯一走行距離が片道 1000km を超え、全体でも天領バス、天理アリーナー西日本鉄道、博多号に次ぐ3番目。 所要時間では前述の、天ンリアリーナー東京、山口、福岡線、新規バスツアーズ、ライモンバス、桜交通グループ、AT ライナーに次ぐ4番が目の14時間39分で、これは、博多号と同じ設定となっており、途中休憩の多いツアーバスからの転換事業者を、除けば最長時間運行となる。かつて共同運行を行っていた。 京急観光バスは2000年から撤退までの間、在京のバス事業者では、最長距離の運用を行っていた。これはかつて在京最長距離の運用であった、博多号から、京王電鉄バスが撤退、またそれに次ぐ、長距離であった、福福、東京号から、JR バス関東が撤退したことによる。在京のバスでは、唯一、1日1 0 0 0トルを超える運用を、 行っている路線でもあったが、京急観光バスが撤退したため、在京のバスでの最長運用距離の座を、ドリーム高松、松山号に明け渡している。これを上回る路線として西部観光バスが、ライオンズエクスプレスとして2011年12月1日より、運行開始したが、2015年5月16日を、もって運行が終了している。 ポセイドン号元ポセイドン号専用シャフト時は停車停留所。東京駅、霞ヶ関、大竹インターチェンジを挟まない利用負荷。運行開始時より、日のセレガのスーパーハイデッカーハイデッカーで3列シートの夜行使用車が使用されている。初代の車両は衛星放送の受信装置を備えた専用車両が充当されており、車体側面、後方には 山口県内の観光地を描いたイラストがデザインされていたが2008年に導入されたセレガニは傍聴交通の観光者に準じたシンプルなデザインに変更された。翌2016年に近鉄バスから譲り受けしたスーパーハイデッカー車は近鉄バス時代のカラーリングに全年度導入車両から採用された新車体ロゴを配している。現在は 京都、大阪行、カルスト号と共通運用の車両が用いられるが、山口シラッピング車両など本路線に優先的に充当される車両もある。三菱不走のスーパーハイデッカー車で3列シートの夜行使用車が使用されていた。運行開始当初の軽急車は、独立3列、シートトイレ付けで28人乗りで、傍聴同様。 衛星放送の受信装置が備えられた専用車であった。その後も比較的新しい車両を充当していたが、京急観光バス移管後は東京青森線、ラフォーレ号等と共通運用で、日によってほぼ本州の両端のどちらかに向かう運用となっていた。ありがとうございます。